が、時間が少々落ちておりますので、代表者1名の方限定で質問をお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。決勝では不甲斐ない自分のミスで取られて負けてしまうっていうことになってしまったので、決勝はしっかりグラウンドでも取り切れてよかったなと思います。この大会に向けて取り組んできたことを目標にしてきたことだと思います。グラウンドの守りを重点的にやってきました。そこの手応えというのは、そうですね、プレーオフの時は2回相手にチャンスがいった時も守れたので、まあ、まずまずまだ十分ではないですけど、ひとまず良かったかなと思います。世界選手権に向けてはどんなことを取り組んでいきたい、世界選手権の目標を教えてください。変わらずグラウンドの攻防攻守ともに強化していっていきたいと思います。この先の全日本選手権は中央オリンピックの選考となっていますけど、そこは今どうか。しっかりと遠征や世界選手権などで経験を積んで、パリオリンピックに向けての第一歩を踏み出せたらなって思います。今のご自身にも足りない部分がありますか、強化していきたい面というのはありますか。そうですね、グラウンドの攻守ともに鍛えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。今回後ほどで最初の試合だったと、はい、観客席で一緒に妻と子供と見てもらってたんですけど、決勝戦情けない姿初めて見る試合で見せてしまったので、何が何でも世界選手権だけは切符を取ろうという気持ちで臨めました。何て声をかけたいですか。パパやってよって言いたいと思います。ありがとうございます。以上でインタビューを終了といたします。よろしくお疲れ様でした。